第18代、マーハクジョン・アースキンは、スコットランドの貴族、政治家。はじめ、メアリー女王に仕え、1565年に、マーハクの回復を認められるなど、厚遇されたが、1567年に、女王を見限って、反乱貴族側に加わり、女王を大尉に追い込んだ。その後、ヨー君ジェームズ6世の摂政に就任するも間もなく、死去した。 第五代アース近況所がアース近とその妻、マーガレット・キャンベルの息子として生まれる。1552年に父の死により、第六代アース近況の爵位を継承した。スターリング城の城守やエリンバラ城の城守を、務めた。メアリー女王の母メアリオブギーズが摂政として、牽制を振るっている時代には恩犬プロテスタントとして、カトリックのメアリオブギーズとプロテスタント貴族たちの、 対立緩和に努めた。1559年から1560年の動乱中も中立の立場で城の防衛に当たっていた。1561年にメアリー女王が帰国すると彼女に仕えるようになり、同年に数密顧問館に列した。1565年のメアリー女王とダーンリー卿ヘンリー・スチュアートの結婚も支持した。 1565年6月23日の直居場で、マーハクの爵位を回復した。マーハクイは12代、マーハク、アレグザンダー・スチュアートの死後、アースキン家が代々その権利を主張してきた爵位であり、この回復に際して女王は、顔面な統治者や役人たちによって排除されてきた、正当な継承者に権利を回復させることに両親を動かされたと宣言している。 また300年後の1875年2月26日の貴族院の特権委員会では彼は1565年7月20日に新規のマンハク衣が与えられているとされた。1566年には追いに当たるマリハク、ジェームズ・スチュアートの反乱の鎮圧に当たるとともに、ジェームズ皇太子をスターリング城に預かって、その後権役を務めた。1567年に、 ダーンリー卿ヘンリー・スチュアートが皇居した後に、メアリー女王が、ボスウェル博、ジェームズ・ヘップバーンと再婚するに及んで女王を見限り、カーベリー・ヒルの戦いで、反乱貴族側に加わり、女王の投降を受け入れた。1571年9月の女王支持派による、スターリング城攻撃の際にもこれを撃退する、先行を挙げた。この戦いの際に、 セッショの第四代レノックス博、マシュース・スチュアートが戦死したため、穏やかな人柄として人望があった、マウ博が代わってセッショに就任した。しかし彼のセッショ在職中から第四代モートン、伯爵ジェームズ・ダグラスが大きな権力を振るい、実権はモートン博に握られていた。1572年10月28日に新郎で死去した。公認のセッショには、 モートン博が就任し、爵位は長男のジョン・アースキンが継承した。サー・ウィリアム・マレーの娘、アナベル・マレーと結婚。彼女との間に以下の2子を設けた。ありがとうございます。